こんにちは、レイセンです。今日は10月13日日曜日になります。絶食546日目、 EM 化成器開発は15日目です。天気は晴れですね。今日は台風明けですごくいい天気ですね。で、睡眠時間が今のところ6時間とってます。尿回数は3回で、現在時刻は午前9時回ったとこですね。で、今日は EM1 がおそらく来ると思うもんで、 EM1 を使ったトーヤミックスだね、トーヤミックスを飲む、まあそういう実験というか、まあそういうふうに EM1 で試していくってとこですね。まあそれぐらいかな。あとはまあなるべく量を減らしたいってところと、あとグリーンスムージーを使った野菜活性液だねの仕込みがまあできたらいいなってとこですね。それぐらいですね、今日は。で、あと塩は、まあ、トヤミックスと、あと水の中には全部入れる形でやっていく。うん、それで具合を、まあ、見て、あと、まあ、量減らせたらね、腸環境良くなっていくと思うから、とにかくね、量を減らさないことにはね、良くならない、間違いなくね。うん、まあ、そんな感じです。そしたら、絶食546日目始めていきます。最初の1杯目作っていきます。カゴメ、グリーンスムージーを250。で、今日はちょっときな粉やめてみる。きな粉なしで、具合の確認ってとこですね。まあ、入れた方が絶対美味しいんだけどな。ちょっと腸環境あまりに悪くなっちゃったもんで。うん、で、有機豆乳を250、うんうん、きな粉が悪くしてるのは間違いないから、とりあえずきな粉なしで、また1.5とかね、1リットルとかでできるようになったら、その時はねきな粉入れてもいいと思うんだけど、まあ、たくさん取っちゃってる状況の時は、まあ、入れない方がいいかなってところですね。で、小さじ1/2もないぐらいだけど、まあいいや。うん、で、あと活性液だね。糖蜜活性液を大さじ1杯。まあ、EM 来たら EM1 の方を使うけどね。EM1 来たらね。で、あと水。水の方はどうしようかな。いっか。とりあえず500作っちゃいます。あと活性液を大さじ1杯と塩を1/2だね、小さじ1/2したら、これ飲んでいきます。今、部屋の掃除と、あと網戸、ちょっと一つ一箇所ボロボロのところがあったもんで、もうそれ外して洗って今乾かしてるところですね。で、あと和室の掃除と廊下の掃除と階段の掃除やって、で、雨戸1階とか生戸も戻して、うん、閉めてたやつ戻して、で、洗濯物の干すところも倒してあったやつを戻して、また設置し直して、で、汚れてたもんで洗って、で、ホースだね、ホース、シャワーのホース、外のね穴開いてたもんで、まあそれちょっと直して、うん、っていろいろやってた。で、あと洗濯物干してっていう形だね。まあ今いろいろやってたところです。で、次これ1を250で、有機豆乳は250。これ飲んだらちょっと買い出し行ってきます。うん、で、ヌチマースを1/2、小さじ1/2だね、と、あと活性液を大さじ1杯したら、これ飲んでいきます。うん、完成ですね。綺麗なもんでしょう。
いい感じに貼れてると思います。今届いたんで EM1 これね、これ EM1 届いたんで作っていこうと思います。野菜活性液、グリーンスムージーの野菜活性液だね、これで。まずは 100ml、 EM1 を 100ml 入れて、でこの容器にね、でだで、このグリーンスムージー、グリーンスムージーを850だね、850で、さっきの EM1 で合計950で、50ぐらいスペース残しとかないとガス抜きができないもんで、これで250でしょう。このグリーンスムージーはもう冷蔵庫から出してしばらく置いといたやつだね、もう常温に戻したやつだね。250、これで500で、あと250で750、これで750で、あと100だね、あと100で850、これで OK で、1週間様子見て出来具合を確認するってところですね。これが一番コストが高いどの活性液よりもコストが高いね。あ、いや、糖蜜の方がコスト高か。糖蜜がね、割とある値段高いんだよ。500、1000ミリで1000円ぐらいだったかな。意外に高いんだわ。これ1000ミリで400円だもんね。まあ、とりあえずこれで完成ですね。そしたら、あとドリンク作ろうかな。さっきのグリーンスムージーの残り、ね、残りこれ使っちゃいたいんで。お、で、250でしょ。で、有機投入を250。で、ムチマース。ムチマースもね、一応買ってきてるんだね。小さじ2分の1。で、今日からだね。しばらく EM1 でやってみるんで、あるね、EM1 を大さじ1杯。したら、これ飲んでいきます。そしたら、買い出し行ってきます。で、次入れていきます。野菜生活100のベリー。今、買い出し帰ってきたところです。買ったのは、有機豆乳4本だったかな。4本と、あと野菜生活100のオリジナルを2本、ベリーサラダを1本、マンゴーサラダを1本で、あとグリーンスムージーを2本っていうとこですね。今日買ったのそれだけ。有機豆乳がもうちょっと売ってたらもう少し欲しかったとこですけどね。あんまりたくさん買ってもね、冷蔵庫にたくさんあるとたくさん飲んじゃうんだわそういうのもあるんでね、少ない量にしといた方がまだセーブできたりするんで。あ、どうしよう。で、ヌチマースを2分の1と EM1 を大さじ1杯、したらこれ飲んでいきます。で、次入れていきます。マンゴーを250と有機豆乳を250と、ヌチマースを大さじ、いや、小さじ2分の1と EM1 を大さじ1杯、そしたらこれ飲んでいきます。次入れていきます。オリジナルを250と有機豆乳を250と EM1 を大さじ1杯と、ヌチマースを小さじ2分の1。そしたら飲んでいきます。
次入れていきます。オリジナルを250、今軽くシャワー浴びてきたとこです。もうちゃちゃっとね、まあ、もしウォーキング行くんだったらその後また入るけど、とりあえず雪と乳250か、ね、お腹の調子がいまいちなんだよね。さっき下痢が出た。で、もうちょっと入れて、下痢が出るってことは飲みすぎだな。 EM1 を大さじ1杯、であと塩、ヌチマースを小さじ1/2。結構ね、1/2が多いんだよね。割と塩気が入っちゃうんだな。まあでもこの辺が一番落としどころかなって思いますね。で、あと水、神社の井戸水500。今日水も飲むペースがちょっと早いかな。で、ここに EM を大さじ1杯、と塩、ヌチマースを1/2、飲むかな。したらこれ飲んでいきます。次入れてきます。ベリーサラダを250と雪豆乳を250、ヌチマースを小さじ1/2と EM 活性液、あ、EM1 を大さじ1杯、したらこれ飲んでいきます。ちょっとウォーキング行ってきます。次入れてきます。マンゴーを250、今風呂上がったとこですね、あとウォーキングやってからね。ウォーキング、今日はちょっとゆっくり歩いたんで時間かかってたかもな。で、ウェイトトレーニングはやってないね。懸垂、やればよかったかな。もう風呂を入れながら入っちゃったもんで、いつもは風呂入れてる間、湯船、浴槽にね、浴槽溜めてる間外に庭のところにいて、で懸垂やったりとかするんだけど、今日はもう溜めてる間浴槽の中にも入り込んで溜まるの待ってたもんで、外行ってないんだよね。で、小さじ1杯、小さじ1/2だね。やっぱ今日月が綺麗でね、結構気持ちよかった。やっぱ台風の次の日って気持ちすがすがしいよね。空気もなんか澄んでて、台風の役割ってのはああいうことなんだろうな。あれってなんかよどんだ空気が溜まってくるっていうのかな。人が住んでるところはね、人が住んでるところはやっぱりよどんでくるっていうのかな。空気がよどんでくるもんだ。ああやって定期的に台風が来てね、で、まあ綺麗にしてくれるっていうのかな。まあ掃除みたいなもんだな。その空気の掃除っていうのかな。空気の掃除っていうか、まあその空間の掃除っていうのかな。なんか居心地が悪くなってくる、なんかよどんだ、なんか嫌な感じがするっていう、そういうのだよね。そういうのは全部洗い流すっていうか、風でね、風で吹き飛ばしてくれるっていうか。で、ラムサもね、同じこと言ってるんだよね。同じこと言ってるっていうか、ラムサも台風の役割はそういうものだっていうふうに言ってるっていうか、ね。でもまあラムサが言う前から大体みんな知ってるよね。気づいてるよね、大体。台風の役割ってそういうもんだっていうか、台風通過した後ってすごい清々しいっていうあるよね。普通の雨風とは全然違うものがあるよね。そういうのに気づいてると思うから、まあ、ラムサが説明するまでもなくみんな知ってるとは思うけどね。まあ、中には気づいてない人もいるかもしれない。したらこれ飲んでいきます。次入れてきます。なんか今日も飲みすぎな感じだけど、なんとか極地減量法ができるようにしたいとこですね。そこだね。そこが全てなんだよ。あと塩断食も1日ぐらい
やると腸の環境がね一気に良くなると思うから、それもやりたいなと思うけど、この BMI でちょっとねあんまり下手なことはできないんだよねって考えると、やっぱり一番いいのは極地減量法だね。まあここかなってとこですね。極地減量法ができたら腸環境はすぐ良くなると思うんだけどな。で EM1 を大さじ1杯。 EM1 飲んでるけどなんかちょっといまいちだね、やっぱり。そうなんかすごい効果があるっていう感じではないな。まあこれだったらあの、まあ、果物活性液と EM1 どっちがいいって言われた時に果物活性液かなの方がいいな、うん、味もいいし、まあ、効果的にも、まあ、活性液でいいかなって感じだね。そう EM1 だからおすごいみたいなものはないな今んとこね。これでも 1.5 リッターとか少ない量でやった時にどうなのかっていうのを見たいんで、また少ない時だとあの効果がね顕著に出る可能性があるから、そうするとあ EM1 すごいってなるかもしれないし、あるいはまあ別に EM1 じゃなくてもいいな、むしろ果物活性液の方が味も美味しいし、うん、効果もまあそう変わらないっていう風だったら、まあね今後は EM1 じゃなくて果物活性液にするし、あるいは野菜活性液だね、あっちの方がもっといいかもしれないから、うん、したらこれ飲んでいきます。次入れてきます。マンゴーを250。もうちょっと飲みすぎでお腹の調子がまずくなってきてるんだけどね、なんかやっぱり飲みたくなるんだよね、のたくさん飲んでるとねどうしても飲みたくなっちゃうんだよね。どっかのタイミングでやめれたりはするんだけど、で塩ムチマースを小さじ2分の1で、あと EM1。 さっき蚊に刺されたんだよね、やっぱこの量取ってると蚊に刺されるね、うん、したら飲んでいきます。次入れてきます。ちょっともったいないんでムチマースと EM1 はなしで、まあ、普通のトヤミックスにしとく。たくさん取るとき、まあ塩入れると確かに違うんだけど、こんだけ量取ってると単純にもう材料だけどんどん減っていくっていう感じなんでね、もったいないんだよな。そしたら飲んでいきます。おはようございます。今午前7時10分ぐらいですね。そしたら体重測定の方入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面と背中、67ですね。で血圧測っていきます。108-74です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は6時間ほどとっています。午前1時から7時までの6時間ですね。です、ウォーキング5キロ、ウエイトトレーニングは今日はなしです。日中の室内温度、午後1時ごろ計測で28度、湿度は 33% でした。
で飲んだもの野菜ジュースが 3000ml で豆乳も同じく3000ですね。で EM1 は今日大さじ10杯取ってます。で糖蜜活性液は大さじ3杯ですね。で水は 1000ml で合計が 7000ml で水1000のため実質は6000になります。多いね、6000だよ今日。昨日6500か、微妙に減ったけど、まあこれでもまだ6000だもんな。で、自然塩、ね、塩小さじ 6.5 杯取っています。尿回数16回出てて、濃さは完全無色、量は平均的な量でした。大便1回出てます。午後4時45分頃、色濃褐色で下痢1カップですね。で匂いはほとんどなしってところです。まあ匂いはなかったんだよね。でも下痢出てますね。飲みすぎだよなと思うけど、なんかね、あの神社のこの井戸水に活性液とぬちマース入れた、これこの塩水だね、これじゃないかな原因、なんとなくね、今まででも普通に量が多いだけの時ってそう下痢ってあんまりなかったもんね。だからこの塩水が原因じゃないかな下痢はってとこです。まあ腸の中きれいにしてくれてると思えば別にいいけどね。でおなら時々ありで、匂いは臭い、匂い臭い、まあ匂い臭さはねそんな変わんない、あのきつい臭い匂いだねは出てる、割と出てますね。でただおならの回数はね、あのきな粉を取ってた時に比べると、まあ、格段に少ない、うん、塩が効いてるね、やっぱ明らかにね、明らかに塩取るとあのおならの回数っていうか、量は減る、間違いなく減るね。もうゴロゴロいって、もう臭いのが連発っていう状態にはならないっていうのかな、落ち着くんだわお腹が。だ塩が影響してるのと、あとまあきな粉だね、きな粉取るとやっぱりものすごいねおなら出るから、悪玉菌の巣窟になっちゃうから、やっぱきな粉取ってないっていうところが大きいでしょうね今日は。で、今日の計測時刻は午前7時半頃に計測しています。昨日よりも30分ほど早いですね。まあそんなに大きくは違わない、 0.15 キロぐらい増えてるってとこですかね。体重 57.45 キロ、マイナス 0.15 キロの減少です。まあなんで30分あと経ったらさらに 0.05 キロ減るもんで、そしたらマイナス 0.2 キロか、まあ、0.2 キロの減少ってとこですね。BMI18.1 でマイナス 0.1、 体脂肪率は 8.5% でマイナス 1.8% の減少です。まあ 1.8% でかいね。ただ今日ね計測前に風呂入ってんだわちょっとシャワー浴びてる、シャワー浴びて昨日の残り湯にちょっと使ってるね、なあこの間もシャワー浴びて 1% 減ったんだったっけな、この間覚えてないんだけど、確か 1% 減ったような気がするんだよ。で今日は 1.8% 減ってるから、やっぱ風呂入ると測定前にシャワー浴びると体脂肪率減る傾向があるかもしれないね。まだ2回目だけど、またちょっと時々測定前に風呂入ってみて、これで数値の変化具合を見ようかなと思ってます。体重には影響ないはずだもんで、まあ、影響するとしたら電気抵抗を元にしてる体脂肪率だよね、ここに影響は出てるかなっていう気はしますけどね。まあなんで今日は参考にならない 1.8% の減少、これでも6000取ってるからね、体重もそう大きくは変わってないしな。で血圧108-74、最高血圧マイナス6、最低血圧マイナス2だね。まあ血圧は若干下がってる感じはありますけど、これ1回目計測は110超えてたんで、まあばらつき誤差だね、誤差も大きいかなってとこですね。で脈拍65変化なし、ウエスト67センチでマイナス 0.5、5ミリの減少です。まあ体重そう大きく変わってないのに5ミリ減ったっていうのは、まあ、測り方だろうなこれ、体脂肪率はね 1.8% も減ったっていう実感はないね。まあ 1.8% 減ってたらもっとウエスト細くなると思うけどな。まあでも5ミリ実際に減ってるんだったら、体脂肪率も減ってるのかなこれ、まあ、体重もちょっと減ってるしね。で今日の気づき、まあ別に今日特に気づきっていう気づきもないんだけど、
やっぱりあの極地減量法だね、あれをやらないとダメだなってとこですね、うん、じゃないともう腸の環境も戻っていかないし、あとはまあ 塩断食だね、塩断食をやるかってとこだけど、 BMI18 でしょ、この状態だとちょっと怖いなってとこですね。塩断食やるともうゴンゴンゴンって体重減っていくからね。どうしようかな。まあ極地減量法だね、ここをとにかくできるようにしたいってとこですね。やっぱそれしかないってとこです。で明日もまあ同じようにやっていくんだけど、まあ、なるべくね極地減量法で減らしていく、まあ、せめて3000以下、まあ、2500以下に抑えたいってとこですね。難しいかな、まだちょっと取っちゃいそうな感じがありますね。でも減らさないと腸環境良くならないもんで、まあ、どっかで踏ん切りつけてっていうとこですけどね。まあ無理はしない、頑張らないがモットーなんで無理はしないっていうとこです。まあとにかく極地減量法ができるところに持っていくってとこですね。まあそれぐらいかな。でさっきここに入れてる作ったやつだね、グリーンスムージー、カゴメの野菜生活100グリーンスムージーで作った野菜活性液だね。あれ、まあ、ちょっとガス抜きしたんだけど、一応やっぱガスは出てるね、ガスちゃんと出てるから、あ、作れそうは作れそうだなと思った。だけどガスの量がね、オリジナル野菜生活100のオリジナルに比べると少し少ないかなって印象ですね。まあちょっと少ない感じがした。オリジナルがやっぱ調子いいんだよね。オリジナルだけじゃなくて他のも調子いいけどね。あとマンゴーとかベリーとか、あと農協のやつ、野菜デイズの紫のやつもね、あれもね割と調子いいんだわ。ただね、塩を入れた方だね、塩入れたガラス瓶の方、塩入れた方の野菜デイズはなんかちょっとねガスの出がいまいちかなってとこですね。だけどフルーツミックスの方は割と出が良かった、まあ、フルーツミックスの方は、まあ、成功しそうだなってとこですね。野菜デイズの緑色の方だね、まあ緑の方はなんかちょっといまいちかなって感じですね。で、まあ、15日になったらオリジナルとか、まあこの辺一通り味見していきますけどね。味見して、で、まあ、どれか一つ開けて空にして、で空のペットボトルの中に今度はコレイチだね、コレイチの野菜活性液だね、これ作ってみる、グリーンスムージーとコレイチに関しては若返ったもんで、実績がある野菜ジュースだから若返ったね、だもんで、まあ、これで活性液作ったら結構いいやつできるんじゃないかなってちょっと期待してる、ただ活性液のその具合だね、具合ガスの具合からするとオリジナルだね、オリジナルがいい、野菜生活シリーズだね、オリジナル、マンゴー、ベリー、この辺いいなと思ってます。割とね、割といいやつ作れるんじゃないかなというとこですね、で、まあ、今朝さっき測定器、体重測定する前にまあシャワー浴びたんだけど、シャワーもね、今までは頭水でシャカシャカシャカ、お湯でシャカシャカシャカって頭ちょっと洗って、でそのまま果物活性液つけて、で またシャカシャカやって、でその顔とかにもつけて、で湯船に浴槽にちょっとまあ5分かそこから5分か10分5分くらいだな、まあ、使ってるんだけど、使ってで最後に全部洗い流して出てくるっていう風にやってたんだけど、今日はね、今日は違うんだわ。今日はもう頭洗う時はもうお湯だけで洗って、で、湯船ちょっと使って、まあ今日はでも2、3分かな。湯船使って、昨日の残り湯のね。で、最後、まあもう一回ちょっとシャワー浴びて、で、出てきて、で、もう全部頭とか体とか拭いて、タオルで拭いて、でタオル拭いて、でその後だね、もう拭いた一番最後だね、一番最後に
果物活性器を頭からもうこうやって垂らして、で頭全体とあと顔とか上半身の上の方だね、上半身の上の方、まあ垂れてくるやつ利用して上の方にあの活性器塗った原液をね、原液をそのまま塗って、であの拭き取らずに洗い流さずに上がってきた2階にね、だ今も原液がそのままついてんだよ。でつくとね、あのね髪の毛がちょっとねバサバサするっていうか、あのなんかワックスを薄く塗った感じっていうのかな、ちょっとあの、うん、硬い感じっていうのかな、硬くなるっていうのかな、うん、そういうのがあるね。であの肌の違和感とかそういうのは一切出てこないんだわ。むしろなんかね調子いいっていうか、少しねあの肌がじんわりかゆみを感じるっていうのかな、前にマミアンのアロエトニックつけた時とちょっと似てるんだわ。あれもねアロエトニックつけるとね炎症の症状があの、ま、最初はね炎症の症状ひどく出るんだけど、途中から炎症の症状が出なくなって逆に良くなって少しかゆみが発生してくるようになるんだよね。で若い頃の頭皮って少しかゆみがあるじゃんね、あるよね、あったよね、うん、であの代謝が、新陳代謝っていうのかな、皮膚のね代謝がよくって少しかゆみを感じるっていう、うん、まあそんな状態だったんだけど、あれに近くなるっていうのかな、あれよあれあんな感じになってくるっていうのかな、うん、なんかね果物活性液つけてると原液のままね、原液のままつけるとね炎症がまず出てこない、炎症も完全にもうなくなったっていうか治った感じだね、炎症完全に治って、ほいであのちょっとなんか軽くかゆみを感じる時があるっていうかな、たまにたまにだね、たまにかゆみを感じる時がある。あれこれ若い頃の頭皮の状態になんかすごくよく似てるなと思ったもんで、症状がね感じがね、うん、多分あれあの原液のままつけた方があの若返るんじゃないかな、もしかしたらね、あの髪の毛も黒い髪の毛がそのうち生えてくるかもしれないね、あの原液のままつけてたらね、うん、でやっぱねあのつけるとねつるっとするんだわ、なんかあの肌触りがいいっていうか、なんかまああんまベトッとはしないんだよね、ベトッとはしない、サラッとしてるんだけど、ちょっとなんかこう引っかかるっていうのかな、うん、なんかあんまガサガサしすぎてないっていうかな、ちょっと引っかかる感じがあるっていうのかな、まあなんかの成分だと思うけどね、果物、まあ、活性液の中の成分、普通にね単純になんかあのうんだけど、うん、なんかそれがまあな膜みたいになってしっとりさせるっていうのかな、あんまり変に乾燥しすぎないっていうのかな、保湿してくれるっていうのかな、そんな感じだね。でやっぱちょっとつるっとしてあの肌触りもいいし、うん、で保湿してくれてる感じがあるし、うん、なんかあのもう乾燥して干からびていくようなガサガサした感じじゃないもんで、だからあれ原液のままつけるといいかもしれないなってちょっと思っています、まあ、少なくとも嫌な感じが全くないんだよね、嫌な感じが全くないんだわ、うん、だもんであのこれつけても良さそうだってちょっと思ってる大丈夫そうだって、原液のままね、果物活性液を原液のまま、まあ今後ちょっと EM1 とか、うん、あと糖蜜のやつでも試して、まあ糖蜜はちょっとまあやめとこうかな、糖蜜なんか基本的にやっぱ砂糖関係はなんか、うん、いまいち良くない気がするんだよな。まあ、ただ EM1 はあの飲んだ時もちょっと調子良かったもんで、まあ、EM1 は試そうかな、ちょっと一回ね。EM1 は体に塗って、髪の毛とか体に塗って、頭皮から何からね。で、様子見るっていうのはね。でもね、あの、匂いとかね、まあ、やつけた感じはね、その果物活性液だね。あれがいい。やっぱ桃のね、桃の香りとかしてね、いいんだわ。うん、果物活性液はまああの使えると思った。あと EM1 だとどうなのかなとか、その辺気になるもんで、まあ、今後やっていくけど、野菜活性液もね、野菜ジュースの活性液もね、今後やっていく。そしたらあのおなんか野菜活性液使ったら一番いいよっていうか、すごくなんか調子がいいみたいになるかもしれない、肌の具合とかね、うん、
そうやって肌の具合も活性器使ってよくしつつ、極地原料法でね、1リットルから 1.5 リッター絶食でトヤミックスだね。これ取ったらもう若返っていくかもしれないね。前それで 1.5 リッターで若返ってるもんね。まあその辺、今のところその辺かな。その辺で腸環境も自然塩だね、塩、ぬちマウス取ってたら腸環境も良くなっていくと思うし、このぬちマウスは沖縄でしょ、沖縄生まれでしょ、で EM も沖縄生まれでしょあとね、緑虫もあれ沖縄生まれって言っていいよね、あれ、培養に成功したのは沖縄だもんね。沖縄の火力発電所のところだよね。この3つもしかしたらなんかね、組み合わせるといいかもしれないと思ってる。まあ、少なくとも EM と塩、ヌチマウスに関しては若返りに使えるって私はもう思ってる、今のところね、使えそうだって感じだね。手応えがあるっていうところだね。塩はもう腸環境がやっぱもうぐんと変わるっていうかね、変わったし、EM もやっぱりつけると確かに違うっていうのを実感するもんで、いけそうだって思えるんで、あれも飲むとやっぱ腸環境やっぱ良くしてくれるしっていう。で緑虫ももしかしたらあれも腸環境を良くしてくれるのかな。まあ、栄養59種類あるからうまく使えばプラスに働きそうな気がするよね。蜜と混ぜ合わせるとどうかなっていうのはありますけどね。緑虫もあれ塩水はダメだろうと思うし、そうするとヌチマウスと相性悪いだろうし、あと環境も25度以下、20度から25度だよね緑虫だけど、EM の方は38度だもんで温度環境は違うし、で混ぜ合わせてもうまくいかない可能性はあるけど、その辺なんかうまくね、塩、うまく取れたらなとは思ってますけどね。なんか何かありそうなんだけどな、この3つ組み合わせるとね、相乗効果ってやつだよね。まあ3つ、まあ緑虫はちょっと分かんないけど、少なくとも EM とヌチマウスだね、自然塩、ここは確実だもんで、まあ、不老不死のメソッドにね入れていくっていうとこですね。とにかく若返りたいね、早く若返り、早くっていうかもう若返りたいねそろそろ成功させたいと思ってますね。そろそろね、そろそろ実績が欲しいっていうか、あ若返ってきたっていうのが欲しいね。1.5 リッターでやった時みたいな感じでね。一応トーヤミックスとか取ってるんだけどな、コレイチとグリーンスムージーね、実績があるやつね。なかなかでも 1.5 リッターってところがねできないでいるけどね、そのためには極地原料法が必要なんだけどね。まあ焦らずにやっていく、無理してもねうまくいかない、焦らずにね。まあそんな感じです。そしたら、絶食546日目完了です。それではまた明日。